8日の国際女性デーに合わせて政府に選択的夫婦別姓の導入を要望した経済団体の代表者らが集会を開き、早期の制度実現を訴えました。女性の従業員からやっぱり不自由であるっていう声を聞いてます。でどうしても経営人として企業として何かをできないかということで、そういう意味でこうやって賛同させていただいてます。実際ね、経済の現場では不都合がたくさん出てきておりますので、いやもう早くルールを変えましょうと。これあと何十年に言い続ければ変わるんでしょうか。経済同友会など6つの経済団体は法務省などで選択的夫婦別姓の実現を求める要望を提出しました。その後に開かれた集会には国会議員らが参加し、岸田総理大臣の代理として出席した矢田稚子総理補佐官に要望書が手渡されました。要望書には結婚に伴って姓を変えることで積み上げてきたキャリアが断絶するという訴えや、海外出張の際の出入国手続きでトラブルになるなど、ビジネスの現場で旧姓を通称として使うことに限界があるという実情が盛り込まれました。集会でも人権問題として早期に法制化してほしいなどの声が上がりました。